ヘンリー・レーパーは19世紀において広報の権威とされたイギリス海軍の大尉。その業績の一つは、転速広報において、軽度計測の主要な手法である月巨法を用いた場合、異なる時点の観測結果から生じる誤差の軽量化であった。レーバーの研究成果の恩恵を早い時期に受けた、一人はロバート・フィッツロイであり、艦長を務めたビーグルの2回目の遠征は、 これに乗り組んだチャールズ・ダーウィンの業績によって有名になった。レイパーは海軍提督であった同盟の父ヘンリー・レイパーの長男として生まれ海軍に入った。1815年にはマレー・マックスウェル艦長の下、アマースと卿を乗せて中国へ派遣されたアルセストに乗り組んで中国へ派遣されたが、レイパーはその帰路にこの艦の難破を経験し生き延びた。 1822年から、ウィリアム・ヘンリー・スミス艦長の下、輸送艦、アドベンチャーにクロノメーター担当として乗り組み、地中海方面の任務につき、1923年に大位に昇進した。1825年、レイパーは、クレデリック・ウィリアム・ビーチー艦長が率いる、ブロッサムで、太平洋方面の調査に赴く任務を拒んで、現役を離れ、 以降はもっぱら広報の研究に取り組んだ。また、1839年から1942年にかけて、王立天文学会の事務局長を務めた。レーパーの最大の業績は、広大への影響力も大きかった、著書、ザ・プラクティス・オブ・ナビ・アンド・ノーチカル・アストロノミーであり、これに対して、王立地理学会は1841年に、金メダルを授与している。 バッキンガムシャー州ディントンのセントピーターセントポール教会にあるレイパーの石踏みにはこの著作が後悔する者べてに広く受け入れられた業績だったと記されている。レイパーは1859年1月6日にイングランドデボン州のキーで没した。ありがとうございます。